北国新聞ニュースをお伝えします JR 西日本は来年3月のダイヤ改正で七尾線の運行本数を見直し平日に4本を減便するほか別の列車4本の運行区間を短くする方針を沿線の自治体に伝えました削減対象に上がったのは平日に54本ある七尾線のうちの4本で 内訳は、金沢高松間を走る1本と、金沢七尾間の3本です。また、金沢七尾間では、別の4本が七尾までの運行を取りやめ、金沢高松間に短縮される方向です。これに伴って、普通列車の本数は、金沢高松間が現在の54本から50本に、高松七尾間は 五十本から四十三本に減ります土日も平日と同様に四本を削減し金沢七尾館の二本が金沢高松間に短縮されます金沢と和倉温泉を結ぶ特急野戸かがり日は平日土日ともに二本減らします関係者によりますと JR 西日本は沿線自治体に対し通勤通学といった 利用が集中する時間帯の輸送力は確保すると説明したということです。沿線の自治体からは、減便によって利便性が低下しないよう求める声が上がっています。石川県内すべての市や町が、18歳以下の子どもに国から給付される10万円を、全額現金で支給する方針で臨むことが分かりました。 政府が自治体に対し10万円に相当する給付に関する指針を示したことから、事務負担が少ない現金を選択する動きが県内でも広がりました。この結果、県内19全ての市と町が10万円を全額現金で支給する方針で臨むことが、北国新聞社の取材で分かりました。県内では昨日う、河北市を皮切りに、 一回目の五万円の給付が始まりました。今後は加賀市が明日。鹿町白山市が今月二十三日。金沢市大達清水町野戸町が二十七日。能美市は二十八日に給付し。残る十一の市と町は二十四日に予定しています。二回目は加賀市が。 当初、来月中旬に予定していた開始時期を前倒しして、今月28日からの給付を始めます。プロ野球で活躍した選手を表彰する今年の NPB アワーズが、昨日東京都内で行われ、河北市出身でヤクルトの奥川康信投手がセ、セリーグの新人特別賞に選ばれました。 新人特別賞は新人王に次ぐ栄誉で、新人王にふさわしい成績を残した選手が同じリーグに2人以上いた場合に選ばれます。石川県出身の選手が受賞したのは奥川投手が初めてです。プロ2年目の今シーズン、奥川投手はレギュラーシーズンで9勝4敗とチーム最多タイの勝ち星を挙げ、 セリーグ優勝に貢献しましまたそして巨人とのクライマックスシリーズファイナルには第一戦に先発し完封によってプロ入り初の完投を飾りました奥川投手はオリックスとの日本シリーズにも第一戦に登板し7回1失点と好投しました。NPB アワーズの2軍の軍表彰式では奥川投手と同じ 清涼高校 OB の内山壮馬保守が優秀選手賞に選ばれました先月行われたトランポリンの世界選手権でメダルを獲得した金沢学院大学クラブの選手4人が昨日北国新聞社を訪れ喜びを語りました4人の選手は北国新聞社で 学校法人金沢学院大学学園長の冨田秀和会長に会いましたそして世界選手権の女子団体で金メダルシンクロナイズドで銀メダルを獲得した森光選手がシンクロは練習から合わせるのが難しかった分やりがいがあったと振り返り楽しみながら演技ができたと語りました大会は先月下旬 アゼルバイジャンのバクードを行われ金沢学院大学クラブは高木由美選手が森選手とともに女子団体で優勝を飾り野村良之介選手が男子団体で銀メダル播磨心音選手は女子15歳16歳の部個人で銀メダルを獲得しました。伝統芸能の祭典 プレミアムシアターの一つとして、和江町茶屋街の芸古集が昨日、荒れやかに花街の芸を披露しました。伝統芸能プレミアムシアターは、石川県と一般財団法人県芸術文化協会の共催で、今月十一日に開幕しました。このうち、北国新聞赤羽ホールで開かれてきた金沢芸子の舞、冬の陣は、 最終日の昨日、和江町の芸妓集が舞台に上がりました。そして、北国芸術賞を受けた踊りの名手、和也さんが、松を格調高く披露し、続く笛の演奏では、和江町から浅野川を隔てた宇達山の姿が表現されました。芸妓たちは、秋の色草や金沢風雅など艶やかに舞った丘、素早し、 操りりも繰り広げました,またお座敷太鼓では芸妓による虫送りのバチさばきが観客を沸かせました。